ございます、ピーン・ヒュースです、ねはい、今日で4回目ですか、4回目やってるんですね、そろそろねもうちょっと頑張んなきゃなと思うんですけど頑張れ、今日ねちょっといろんなことがあってですね気持ちが落ち込んでるんですよ私、実はねここ来る前にスマホをですね高速道路に落っことしてしまいました、でね皆さん先ほどですね朗報が入りました。スマホ見つかったそうです。ありがとうございます。ただですね、粉々だったらしいです。泣いてますからね。すみません。ね、明日引き取りに行こうと思うんですけどもね。せっかくね今日ね、皆さん鳥獣戯画展見ました。近代美術館でね鳥獣戯画っていうのをやってて、でですねそれ見に行ってでね T シャツ売ってたんですよ。で今日 T シャツ着て、今日はこれ着てちょっとやってやるぞと思ってね、張り切ってきたんですけどもね、その途中にですねもうスマホ事件ですよ。とねやっぱりね何でしょうね、いろんなことを忘れるようになってきてね、本当に。さあ皆さんね、追い負けずね、頑張っていきたいと思います、ね、それでは、応援してあげてください。すみません、ありがとうございます。温かい拍手。みんないい人だな。本当にねスマホなくしてね、なんか友達の連絡先とか全部消えちゃうのかと思ったらね、このまま孤独な老人になっていくのかなと思ったらですね、本当にね辛かったですね。消えないんじゃないか。ぜひそうあってほしいです。では、ね、早速次の曲に行きたいと思うんですけども、ね、次はまた威勢のいい曲で、ね、頑張っていきたいと思います。Thank you.
皆さんこんにちは。失礼しました。私も過労でかなり待ててます、ね、今日夜勤明けなんですね。寝てない。寝てないでもね、今ね元気になります。というわけで、いきなり70年代になりましたけど、皆さんどうでしょうか。まあ、有名な曲しかやらないので、ね、あの5曲以上できないんですよ。練習してないんで。で、次は、彼は今度キーボードに転任しますので。疲れてるよ。疲れてるんだわ。今日のテーマはね、老いを考えてきてるというですね。ね、5曲練習してないっていうか、覚えられないですもんね。なかなかね。Oh,
思議なもんです。昔覚えた曲ですな、歌詞が覚えてるもんですね。ねえ、新しいのは全然頭に入ってこないですけどね。ねえ、ね、きっとこのままですね、思い出のままね、生涯を送るのかなと思いますけどね。はい、さあそれでは次の曲いきたいと思います、ね、ちょっと待ってくださいね、いろいろ段取りっていうのがありますね。今日何時ぐらいからいらっしゃった？11時来た、大丈夫ですよね。熱中症大丈夫ですか、ね、そうですね、一緒にすいませんもう、いや、いい感じです、はい。ここでメンバー紹介。メンバー紹介。はい。突然、ギターが中島。はい。隣が川上。うちのあのバンドのね、売りの一つのコーラス隊です。そして中野。はい。佐々木です。ちょっと今手こずってるもう一人の佐々木。ドラムが二宮です。で、ボーカル鍵盤ギターなんですね、まあ、このバンドは彼だけしてはできない、はい、これ以上個人情報は喋りません。もうね、十分スマホが、はい、ロトルマスカートありがとうございます。このはい、ありがとうございます、はい、あ、ここで拍手いただけると、はい、ありがとうございます。そして、実はバンマスターがバンマスがね、こちらの、マイさんです。ありがとうございました。本日はお気軽ですが、ありがとうございます。じゃThank you.
みんないい人だな。お約束なのこれ。じゃあ、最後、ね、トロのアニソンというわけですね。まあね、また段取りがね。やったわ。Thank you.
ごい3人のねハーモニーが素晴らしかったですね。いや本当にボーカルの方もピアノ弾いたりギター弾いたりと何とも多彩でね素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、では残り2バンドとなってきましたけれども、だいぶねこう風が今は吹いてね涼しい風がちょっとねだいぶ来てるかなと思うんですけれども、割とちょっと西日もね強めにはなってきております。皆様まだまだ元気でしょうか。大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。もうね皆さんだいぶねもう酔っ払ってきた頃ではないかなと思いますけれども、まだまだねちょっとイベントまだ残りありますので、まだ元気を残しておいてくれればなと思います。